ジャスティン・ブルックマン対クリス・エイベのウェルター級3回戦です。さあまずは両者リングの中央に寄っていった、背中に大きな当たりがあるのがブルックマン、組んで、で足払いが得意なんですね。ここからさあ膝、ブルックマンの膝、そして右のアッパー、いやーすごいプレッシャーですね。しかしそのまま倒してマウントになっています。さらに上から殴る殴る、右で殴る、あーもうダメですね。あーここでストップか、ここで止められた。決めていったのはジャスティン・ブルックマン。一気に攻め込みましたね。わずか26秒のテクニカルナックアウト勝ちです。もうちょっと見たい気がしたんですけども、はい、かなり強いなというのはもうこの映像からすぐ分かりますね。ちょっとその相手をしたグリス・エイメの方も気の毒なぐらいにあっという間にもうロープを掴んでいても、膝蹴りの時すでにもう腰引けてましたからね。あ、そしてこの右腕一本ですかね、この右腕のパウンドでテクニカルナックアウト勝ちを決めました、ジャスティン・ブルックマン。